写真拡大。全3枚。セリーグ、阪神 7X-6 中日、15回戦、中日10勝5敗。30日、甲子園阪神は中日戦で、9回に劇的な逆転サヨナラ勝ち。試合後のインタビューで、矢野陽大監督は、新助っ人のソラーテの逆転サヨナラ弾に、何が起こったかわからないと、興奮を抑えられなかった。すごいゲームだった。なんて言えばいいんですかね。ちょっとわからないですね。とにかく、ソラーテが印象に残った。最後ね。ああいうところで打ってくれるのはね。そういうとこに期待してきてもらった選手なんで、本当に試合の中で流れを変えるようなことをしてくれる選手なんで、まさかね、打ってくれとは思いましたけど、本当によく打ってくれました。ホームで言葉をかけていたが、どんな言葉を。言葉が通じないんでね、かっこ笑い。僕もセンキューセンキューって言ってただけですけど、ちょっと何が起こったかがわからないような感じでした。近本も守備を含めゲームの流れを変えた。そうですね。ただ今日もチームでミスが多すぎたんで、そういうモヤモヤがずっとあって、本当に監督として勝ったのは思い切り喜びたいんですけど、これで喜んでいいのかなという自分と両方いるような感じですね。ソラーテの守備について評価は、こちらも見えない部分がありながら使ってるリスクというか、それはもう僕の責任なんで、そこは今後も見ていきながらしていかないといけないと思いますけど、今日は全てを取り返すようなことをしてくれてるんでね、これから考えます。リリーフ陣の踏ん張りも要所であった。そうですね。本当に野手が足を引っ張っていく中で、その後を食い止めてくれたことが結果こうなっていると思いますし、複雑なところですね。明日以降へ向けて、打線は本当にいい形でヒットが出だしているので、そういうところでまずどう守るかというところもありますし、チーム全体で課題を克服していけるように頑張ります。